直接进入主线剧情。好，下一章出现了，共斗之章第七班集结，开始。準備が手加減なしと。遅かったか。いや、ぴったりだぜ。麦当劳欢乐颂。みなと、懂的人都知道。相変わらず早いの。四代目、貴様わし以上の瞬身使いよの。よし、始めるぞ、皆の者。ほかげ様たち、なんで？オロチマルがわしらを呼んだのじゃ。さっさとこの戦争を止めねばな。じゃあ、本当に？おう。みんな俺たちの知ってるあのホカゲたちだってばよ。貴様まで復活したとはな。嬉しいぞ柱馬。お前はあと、まずは10秒止める。ナルト、よくやってくれたね。少し休んでなさい。友達も直に来る。彼も味方だよ。さて、これってナルトと同じ？まさかとは思ったが、ミナトもね。な、俺の父ちゃんすげえだろ。そんなことはお前より分かってる。このわしを分けてるのは封印しきった男だ。影たち、行くぞ。忍法、史跡用心。さらに、俺だけ加えての戦法、明神門。遅かったじゃねえの、サスケ。サスケくん。サクラか。どういうこと？本当にサスケくんなの？てめえ、何しに来やがった？なんでサスケくんがここに？いろいろあったが、俺は木の葉の里を守ることに決めた。そして俺がホカゲになる。お前らが俺のことをどう思うかは関係ない。今までの影たちがこの状況を作った。だから俺がホカゲになり里を変える。おかげになった者が皆から認められるんじゃない。皆から認められた者がおかげになるんだ。サスケはお前に任せる。任せとけ。おかげになるのは俺だってばよ。そんなにおかげに憧れてくれるのは嬉しいが、
お前らゆっくりしすぎぞ。今のうちにチャクラを練れ。一斉攻撃であれを倒す。押す。私はいつも二人の後ろばかり隠れて歩いてて、でもそれももう終わり。今日からは私も。よし、サクラちゃん。私が二人に届かないか弱い女だと思ってる？よっしゃ、第七班ここに復活だってばよ。行くぜ、サクラちゃん、サスケ。うん。おう、木遁、木分身の術。俺の分身が結界に出入り口を作る。忍びたちよ、全気力を振り絞り、奴を打ち破るのだ。行くぞ。冲啊，跟我上。好了，这边要对决的是十尾分裂体，到达十尾所在地。Let's go， 冲啊！啊！各位现在收看的是《火影忍者无双》，这是由 Omega Force 最新推出的《火影忍者无双》新 Hard Fight， 超好玩的。好，我们要先到达那个基地啊，我们用那大蛇好了。哎，不能用哎，现在不能切换队长。跳跳跳！哦，战斗陀螺，我最爱玩的。我们快打倒巨田队长了！冲啊！跟我冲！战斗陀螺！那不是万蛇，那是青蛇。其实我觉得直接跳过去就好了，谁要打你了？霸气！快到了。あの10秒相手にここまでは順調に進んでるわね。哇，今天超多只战斗陀螺 ，Go！ 哇，超会转呢，看，他要投东西了，好像蛮准的哦，好多只哦，对呀。哎呀，那我，哦，干的有点多汁。十尾分裂体 ，OP this。好，现在出现一个比较大只的，不过还是杂鱼。哦，他太气人了！哦，我听到，哎呦，看到我了。大场面，大制作。哦，来，武器破坏，他手没了，这。哎呦，各种弹，哎，弹到我了！好的，我的蛤蟆鸡有点痛痛的。蛤蟆鸡 hold 住啊，像你老爸一样。
でしょ？落ちたたい。侍卫开技能了 ，QD 一准备来，我已经准备好了。按叉，跳起来。好，开始玩了奇怪的游戏。What's this？ 好，看起来要躲过这些小火球，然后被中了，命中了。准度有20%。接下来这款游戏就是《火影忍者》最新推出的运动游戏了，赛车游戏。好，目前佐助想要超车，非常的贱。现在目前我在第三名。哎呦，哎呦！完了，我看不到他们的车尾灯了。小心，手榴弹！三人行，必有我师焉。哦，想阻止我？不可能。圣卡球，哦，他妈吉，你怎么了？完了，变棒球游戏了。小英，小英，你在哭啥小啊？完了，小英。Sasuke， あのでけえやつの中には美獣たちが入ってんだ。弱り切ったら黒い炎を止めてくれ。俺とクラまで美獣たちを引っ張り出すから。ダメだ。このまま焼き尽くす。おい、Sasuke！燃え尽きろ。好，那我们这边就完成了共斗之章的第一章，那接下来要进到白热化的剧情了。现在应该是带土会把那个石尾吸收掉，然后变成人助力，就要特别注意一下时空间的战斗。哦，这边就是带土跟卡卡西的对决。そろそろか。オビト、お前のかつての夢はホカゲになることだった。ナルトはな、今でもそうなんだよ。お前は知らず知らずのうちにかつての自分と今のナルトを重ね、ナルトの言葉をかつての己の言葉として聞きたがってる。お前自身、かつての自分に否定されたいと望んでいるんじゃないのか。
ナルトの心の内が分かっているからこそだ。その全てを否定してやりたくてね。それともう一つ言っておくが、お前が俺に対して後ろめたく思うこと自体おこがましいのさ。俺が戦争を起こした理由がお前とリンのことだけだと思っているなら、見当違いもいいところだ。知っているのさ、すべて。あの時、リンは霧隠れにさらわれ、賛美の人中力にされていたことも、そして美獣の力が暴走することを恐れ、リンが自ら選んでお前の手にかかったことも。それを知っていて、なぜ？俺にとって、リンを守れなかったお前は偽物だ。そして、リンは俺の中で死ぬべき人ではない。よって、死んだリンも偽物でしかない。こんな状況ばかりを作ってきた忍びのシステム、里、そしてその忍びたち。俺が本当に絶望したのは、この世界そのもの、この偽物の世界にだ。ナルトが言ったはずだ。心に本物の仲間がいないのが一番痛いんだと。今のお前はその本物の凛も消そうとしてるんだぞ。カカシ、俺はもう空っぽなんだよ。風穴の開いた俺の心はもう痛みすら感じない。だから一人妄想で穴を埋めようと考えてるのか。そんなもので本当に心の穴が埋まるとでも思っているのか。ではこんな世界にいてどうやって穴を埋める。オビト、心の穴は他のみんなが埋めてくれるもんなんだよ。綺麗事をグダグダと。現実を、この世界の仲間との思いを捨て切ってこそ本当の幸せがある。忍びの世界でルールや掟を破る奴はクズ呼ばわりされるけどな、仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。そして仲間の思いを大切にしない奴はさらにそれ以上のクズだ。で、俺がクズだとしてどうする。クズな俺をクズなお前が改心させるとでも。残念だが俺にはお前を変えられるだけのものが見つからない。もうお前にしてやれるのは死だけだ。来い。では、忍び組み手、はじめ。你这个笨手，不要牵拖，我打扰你。すまない。オビト。結局俺はオビト。思い出して。こうなってしまった。だが覚悟を固めた以上。什么？回忆杀？うるさいやつ。带人，带土，我看好帅。これは、その考えが間違いだってこと。お前なら分かってるはずだ。叫什么？已经不重要了。毎回やられてばっかりなのに、よく飽きずに挑んでくるよね。お前のそういうところだけは認めてやるよ。やられてばっかりじゃねえよ。今の俺にはこれしかできない。俺は俺にできること。この世界を
今のオビトを殺すこと。エザはまだまだ。さあ、本気で行く。はい、リゾン。本気で行く。待ちかねたぞ。そろそろ俺を輪廻転生させる頃合いだ。オビト、お前は俺を蘇らせるために手なずけておいた予備に過ぎん。ここからは俺の時間だ。この感じはそういうことか。オビト、お前だったのか。これは、まあいい。飛来神のマーキングは決して消えない。それは教えてなかったね、オビト。なぜ？あっけなかったな。あとはマダラを封印すればこの戦争も終わりだ。ハハハハ！
何をもって終戦と決めつける。裏切り者の同胞よ。気ぃつけろサスケ、あいつはもう今までのオビトじゃねえ。どういうことだ。マダラに操られてるのを振り払って、あいつは最初からずっとこれになるために印を結んでた。多分十尾の力を吸い取る術だ。なんだと。お前の言ってることが正しいのであれば、やつは今のオビトは十尾の神中力だってばよ。お、接下来要对付的是十尾人助力耶。哇哦，这段做的还不错，因为他有在过去跟现代在接来接去的，有点扣人心弦。不过战争是无情的，啊，来吧，十位人柱祭品之力，哇，这边就要打完嘞。火影与带人，啊，带土带人，带土带人，带土人。では俺はもう待ったはなしだ。柱間、まずい、このままでは。木遁、木分身の術。やるぞサスケ。あれってば、木陰のおっちゃんたちか。三人でやる気か。ああ、まずは先代様たちが分身体で様子を探る。今俺たちに重要なことは相手をしっかり分析することだ。やるぞ扉間、サルトビ。おお。お、这段的话带土的暴走戏马上没有了，直接变到有理智的带土。哎，快啊！打倒带人。十尾の神中力、果たして刹那のまま気を抜くな。よいな、分かっております。他现在这个模式应该是没有理智，照理说不会有求道理。それほどの力を手に入れた俺は、その先方を突く神数戦術、頂上決意。欸，我想问一下，如果真的用了这一招，那个队友不是都死光了吗？失敗は許されないのだ。この世界よ。シャーリー、こやつとは見えているものが違う。話は通じるぞ。倒す佐藤を背負うほかげの拳がこれほど軽いものだったとは。納得したよ。その程度だから失敗したのだ。よしとはいえ、わしら三人は。この感じ、間違いない。やつは。
なるほど。この体、十尾が入っている分、すり抜けはできないか。だが、何の問題もない。あれだけの攻撃を受けて、平然と。お前たち死人に未来を語る権利はない。お前たちはただ。まずい。過去に眠っていればいい。おっちゃんたちが。なんだ今のは。奴の背にある黒い弾、それを爆発的に拡大させたのだ。二代目のおっちゃん。安心しろ、やられたのは全員分身だ。え、あ、そっか、そうだった。しかしあの男、厄介な相手だぞ。俺は今忍びの祖と同じ力を手にしたのだ。今までのお前らの常識では測れんぞ。オビト、お前がなりたかったのはホカゲのはずだ。どうしてこんなことを。今さら説教か。遅すぎやしないか先生。あんたはいつも肝心な時に遅すぎるのだ。俺の死がホカゲでよかったよ。おかげでほかげを諦められた。確かにあの時すぐにオビトだと気づいていれば、俺がオビトを止められたかもしれない。この忍び世界がこんなことにならなかったかもしれない。俺の死でありながら俺に気づきもしなかった。所詮そんなもんだ。你看这时候在前拖了，这时候又在前拖。あんたの歩んだ道は失敗。他在怪老师当初没有救他们。おかげになれなかったお前が、おかげをバカにすんじゃねえぞ。何よりおかげになった俺の父ちゃんをバカにすんじゃねえ。大丈夫だってばよ。俺知ってっから、木の葉の誰より、任界中の誰より、オビトなんかより父ちゃんが何一つ失敗してないこと一番よく知ってっから。だから行こうぜ父ちゃん。ああ、行こう。你会看到这边太爽了。誰がそんなこと決めた。俺たちは負けねえ。そろそろ黙らせるか。なぜだろう、まるで鹿島と一緒に戦っているように感じる。バッファー消えろ。予想通りだ。こっちだよ。遅い。ナルトの背にはたくさんの思いがある。でもオビト、今のお前の背には何がある。いくら回復しようがダメージは与えられるんだ。連合のみんなで力を合わせれば、どんなに強いやつだって絶対にぶっ倒せる。共斗之章完。因为刚刚会那么猛，是因为刚刚波风臭是在觉醒模式，所以伤害超级高，高到爆表。哦，这边有一个仙人们的战斗，班的计划哦。这边是用班的视角来玩当初的战斗，变得好酷哦。没有回忆了哦。邪魔をするな、まだだ。
こうなってはやらねばならないことがある。何のことだ。もう少しお前をいただく。回松班的视角在打。扉間を少し褒めてやりたい気分だな。どういうことだ。やつが江戸天生の術を作ったおかげで、こうして再び本気のお前と戦うことができる。本来ならば、もう叶わなかった戦いだ。とりゃあ、現在の木陰に比べ柱間、やはりお前は俺を楽しませてくれる。知っているか、今の世は俺たちの時代に比べかなり非力になれているぞ。今の昔では求められているものが違う。力が全てではない。違うな。結局物を言うのは力。相変わらず俺の考えは甘い。俺たちはすでに死んだ存在だ。現在の世に干渉するのはやめろ。俺が死んだ存在？誰がそんなことを。先方ネプトン神数戦場頂上見物。今の世をこれ以上乱すことは許さん。さすがはまだな。この程度では終わる気がせぬ。やはりこうでないとな。お前との戦いは、しかもどちらも江戸天生、半永久的に楽しむことができる。こうして俺と戦うことがお前の狙いではないことは分かっている。お前の真の狙いは何だ。そうだな、少し昔話をしてやろう。柱間、お前は真珠というものを知っているか。真珠。まだ人がチャクラというその概念すら持たず、絶え間なく争い続けていた遥か昔、神樹はそんな争いに関わることなく、ずっと人々から神柱として崇められていた。ある日、千年に一度なるという実が神樹に宿った。その実には決して手をつけてはならないという伝承があったが、争いに勝つためそれを口にした姫がいた。名は大筒木かぐや。それが最初にチャクラを持った人だった。そしてかぐやの赤子は生まれながらにしてチャクラをその身に宿していた。赤子の名は大筒木羽衣。チャクラの教えを説き忍衆を始めた忍びの僧、陸道仙人と呼ばれた男だ。争いを止めるために禁断の身に手をつけた人が、その後どうなってしまったか説明がいるか。その身に人が手をつけた時より、人は呪われ、より憎しみ合うことを決定づけられたのだ。忍びそのものがその愚かさを象徴する存在だとは思わないか。それならばいっそ大幻術によってやり直した世界へ移り住んだ方がよくはないか。それがお前の言っていた先の夢だったのか。ああ、だがほんの少し違う。どういうことだ。すべてをここで話すのは野暮というものだ。ここで言えることは一つ。それをなすのはオビトでも他の何者でもない、この俺だ。なぜだ。
なぜそうなってしまったのだ。お前は己の道だ。たとえ誰であろうと指図される義理はない。この際はっきり言っておいてやろう。お前と未来を語り合う夢の時間はすでに終わった。今はそう、このひとときを楽しもう。因为火影他是用分身去打，所以他必败无疑。好，有仙人们的战斗，超猛的。好，现在要进到下一章，填补空洞内心之物。好，我先上个厕所，我受不了了。